回はミドラという世界一キモくてかっこいいマザコンに対する読者の反応集を紹介します。よければチャンネル登録お願いします。それではどうぞ。思い出に味はあるのか？思い出で腹は膨れるのか？のベストアンサーだと思う。キモいとかっこいいは両立できる。さすがにフルコースの説明は震えたけどな。でも、あのキモい説明をしながら好き勝手やってたジョアをボコボコにするのは痺れたね。世にも珍しい読者の 99% が同意する下道悪役の苦し紛れの罵声。つまずいって読者が何やったら気持ちよくなるかをよく理解してるよな。ミドラのフルコースって何なの？綺麗な言い方をすると過去。まあフローゼに感謝してるのはわかるけどさ、多分食事と食没まで言ってるんだろうけどさ。期待か？ならば教えてやろう。フローゼとの出会い、それが私のフルコースの前菜だ。全てはあれから始まった。ノッキン栄翔ノッキン、言わせてやれよ。うんこの当時本誌でフルコース肉料理に旋律を覚えました。間違いなく尊いものではあるんだけど、フルコースに例えて言ってるのがキモい。なるほど、駆けつけいっぱいってわけだな。最終的にこれだからやっぱり良い話なんだよ。じっくりとゆっくりとあの頃ってやつに戻るやつよね。こういうの弱いんだ。キモいっちゃキモいんだけど、ミドラの回想見た後だとそらそうなるわとなる島分の描写力よ。びっくりアップルも震え上がるフルコース。マザコンが弱みになるんじゃなくて、マザコンゆえに最強なのがいいよね。フローゼイの執着や下で戦うっていう絵面のキモさはとんでもないが、家族愛というベールでなんとかごまかせているような、ごまかせていないような、そんな感じ。正直リアルタイムで追ってた時も若干引いたけど、それを差し引いてもかっこいいんだこいつ。トリコ読んでてミドラ嫌いなやつおらんやろ？そこは主人公の立ち位置なんよ。なんかミドラ二人いません？手前はスタージュンです。いやまあうねうねした挑発だからわかるけど、ミドラとは一応兄弟になるけど血縁はないので、トリコの兄ちゃんだから。記憶ないままフラフラしてたんだろうし、実質ミドラが親だよな。スター髪型も親を真似てるとしたら可愛いかもしれん。結婚式の時には短くなってたから、ミドラの没後すぐバッサリ行ったとしたらさらに可愛く見える。親代わりみたいなもんだし、最強レベルに強いなら憧れるのも無理ないよな。すでに遠い日々の記憶だけれど、思い出は今も美味しく満たしてくれる。数百年経ってなおミドラの家族への思いは変わらないという話よ。同時にミドラを満腹にしてくれるものはもう二度と戻ってこないっていう悲しみでもあった。だからこそおいでミドラ一緒に食べようが響いて。肉料理がキスなのはなんというか生々しすぎるんですよボス。あれだけ食いまくってる男のフルコースどんなんなんだろ。フローゼはまあビビる、ビビるけどよく考えると確かにそうだよなとなる。満ち足りないからこそ食い漁ってたのはあるかもしれんしな。どうあっても二度と人生のフルコースを味わうことができないんだもんな。そこにフローゼの食霊がついてる小松がやってくると。でもミドラに響いたのは食霊云々より料理人としての真摯さだと思うの。当時も小松の料理食って笑ってた時点で悪役なのにちょっと好きになってたんだよな。涙を浮かべて一流にとどめをさせないとかな、悪になった経緯も情が深かったからこそだし。このシーン目が座りすぎて怖い。いやまあ己の人生の根幹そのものを侮辱されたわけだからわかるんだけども、肉料理にキスを持ってきてるのが本当にキモい。でもかっこいいんだよなこいつ、不思議だ。母の愛に心が満たされたことを語るだけならまあ問題ないと思う。それを自分のフルコースとして紹介するからキモく感じる。正直フローゼが眠れない夜に作ってくれた特製ホットミルクとか、初めて一緒に作ったアップルパイとか、高級でなくても思い出とともに記憶に残る料理が出てくる輪方式ならわかる。食べ物じゃなくてキス笑顔がフルコースって言われるとええとなってしまう。家族愛そのものがメインであって、ミルクやらなんやらは付属でしかないから。兄弟愛もあるから。暴食バカ、あのバカは放っておこう。なんか説バー妙に冷たくない？どれだけ強くてカリスマがあってもいい歳してマザコンはきしょいし。ミドラの目の傷はグルメ細胞の悪魔由来だからな。これはトリコの青鬼とかと同じパターン。ミドラの悪魔俺の宿主やべえ、話しかけんとこ。オードブルがフローゼとの出会いとか、メインディッシュが笑顔とかはちゃんと配置に意味あるけど、魚とか肉とかの配置は適当に決めてそう。肉はむしろ一番真面目に決めてる。最後のドリンクがあれなのもまあわかる。メインと最初もわかるが、他はちょっと適当っぽい。
サイチは励まし残ったのがそっちかならサラダにしよう感はある。そいつにとっての人生のフルコースやからな。なんならリンは適合食材がトリコなんだぞ。ジュエルミート編で致命傷を負ったのにトリコのキスで全開してるし。フルコース全行程ユダ様ほんと好き。ミドラのフルコース知った時どんな反応するかすごい気になる。母の愛情がフルコースのやつより食人が適合食材のやつの方がヤバくね。ここに来てミドラはまだまともだった説あるぜ。人が好物のやつはブルーニトロの液獣とはいえ死獣っていう変色家が他にもいるし。フルコースってセンター食った時点で悪魔が出るはずだが中には出てこない連中もいるんかな。アカシアノさん弟子が悪魔に食われた感じはなさそうだし。ミドラのフルコース見て内なる悪魔は何を思ってたのか気になるわ。まあ、多少なりとも引いてはいたんじゃなかろうか。それともあのフルコースだけ買ってアルファロなんか刺しててくさ。スターはまあ親代わりだろうけどお前のその忠誠心は何だったんだ。しれっとトリコの結婚式にいるし親族でもないのにおかしいだろ。美食会皆様とかのガバガバな招待状送ったんじゃねえかな。スター順の上司という微妙すぎる関係性多分職例も見えるだろうしボスと家族の再会見て喜んでるかな。わしばなおじさん、生き残ったのはいいけど結局金のお皿手にしてウッキウキだっただけな気が。最後まで普通に強くて悪の組織のナンバー2なのに普通にいい上司やってて普通に忠誠心が高いっていう、ある意味面白いやつ。一番大きい矢印は母親だけどどちらかというとファミリーコンプレックスだよね。一流戦のとどめとかもボロ泣きしてたしね。この後ジローにはミドラがやったと思われたままなんよな。まあおおむね間違いじゃないが。一家の中で言うとメンタル弱めの末っ子のはずなんだけどこれ他がおかしいだけだなってなる。割と途中からアカシアの目的気づいてたから相談しろや的な怒りでぶん殴ってたよな。いいもん食ってるアカシアが結構老けてたのを見るにネオとうまくやれてなかったんかなって。思い出に味はあるのかは出てきたネオのセリフだと思ってる。一流、ジロー、セツノはミドラのフルコースを聞いたらどう思うんだろう。セツノはすげえわーって顔しそう。お前はそういうやつだよってなるんじゃねえか。ジローなんて末期までミドラをもんばかってたくらいだし。セツノンも立場上態度厳しいけどミドラのことはよくわかってるからやっぱ悲しそうな顔するんじゃねえかなぁ。相も変わらず毎度毎度同じことを、その毎度で毎回フローゼに見せられといていい加減聞かねえよみたいな態度取ってるんじゃないよ。家族大好きなのは伝わるし、下で戦うキャラなのも食事の漫画と考えると最高にスタイリッシュな気がする。それはそれとして義母から受けた全て義父義母義兄と囲んだ食卓がフルコースですわ。敵から味方になったキャラとしてはなかなか尖ってる。何を食べるかよりも誰と食べるか、その営みに価値を見出すキャラクターが出てくるのは実際ドラマとしてすごくいいのよな。鉄の食堂が空いてる日にミドラが客として来たら料理振る舞うのかな。ミドラと鉄のの会話は一流、ジローがいないとき会話短くなるのが目に見えてるよね。いろいろ小言を言いつつも愛情たっぷりの料理を振る舞うと思う。そして末っ子に気づかれないように長男次男を呼ぶ。ただやっぱりこの辺の下りがあるからこそトリコの結婚式の会は神回なんだよな。終わり良ければ全てよしを実際にした家族の話はルールで禁止よ。喧嘩や後悔はあるけど食卓を囲むこれは絶対に変わらないってのがいい。下部エース走って構図がすごくいいよね。どっちもらしいキャラしてるもん。コピー能力と食欲そのものが本質とは思わなかったが、一生空腹からは逃げられない男だから物理的な食ではなく思い出に執着してるだけなので。一流との決戦で空に浮かび続ける大陸だったから高所恐怖症の次男は来れないから安心してたんだろうな。グルメフェスティバルで戦ったのが一流じゃなくて次郎だったらどうなってたんだろう。分からせ、どっちが分からせられるんだ。ミドラ封印解除前のジローでは勝てないかもしれないが仮にジローが優勢ならノッキングで反省するまで止まって俺って流れになるだろうな。他者に対するスタンスからしてこれだからな。家族のこと大好きでやめろって何回も言われてるけどそれでも止まれないから内心申し訳ない気持ちでいっぱいなのいいよね。こいつは確かにマザコンだがファミリーコンプレックスの色強いと思うんだよね。食っても食っても満たされないのはそういう意味かってなったよね。それはそれとしてマザコンがあーあーはそれはそう。
マザコンだけどこんな自分を本気で愛してくれた人の美しい思い出が何より大事なフルコースってのはやっぱりかっこいいとしか言いようがないんだよな。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。